自然と歴史の宝庫大分県、地獄巡りに温泉、日本の財産ですね。そして大分名産の数々、本日は大分田んぼの達人。大分田んぼの達人、別府にやってきました。大分といえば何といっても温泉ですよね。日本が世界に誇る別府を訪ねます。まずは海地獄。バイオリニストでモデルの石川ひろ子さんがここから地獄巡り。これから地獄が待っているとも知らず、蓮の池からのんびりスタート。こちらの大きな池にはオオニバスとスイレンが咲いています。ここでも蒸気が出ていますね。海地獄、国の名勝に指定されています。海地獄には地獄なのに神社もあるんです。地獄蒸し焼きプリンは地獄では食べておきたい一品。割とすぐに売り切れてしまいます。卵の風味が美味しい。しっとりしてます。温泉地ではゆで卵必須です。地獄にはオオニバスを育成している温室もあります。地獄ってなかなか充実してるんですね。足湯は地獄の源泉 100% のかけ流し。とても苦しんでいるようには見えません。皆さん快適そう。地獄に極楽まんじゅう？地獄名物極楽饅頭だそうです。本当に止まらなくなる。次の地獄は白池地獄。別府を一大温泉郷にしたといわれる一辺上人の像もあります。この白池地獄も国指定の名勝。和風庭園にあるこの地獄は青みを帯びた白色をしています。これは噴出時、透明な湯が池に落ちた際、温度と圧力の低下により青白く変化するため。この魚はすごい鱗だ。最大4メートルにもなる巨大魚ピラルク。ちょっと怖い。白池地獄には熱帯魚館やピラルク館があります。さっきの剥製より大きいぐらい。こんにちは。
ってたら大変なことになる。続いての地獄は篠池地獄でございます。こちらも地獄なのに国指定の名称。ここがお湯は透明で、日本で一番古い天然の地獄でございます。身の毛もよだつ篠池地獄、上から眺めてみましょう。地下の高温高圧下で酸化鉄、酸化マグネシウムなどを含んだ赤い熱泥が地層から噴出堆積するため、池一面が赤く染まるのでございます。別府には地獄巡りできる周遊バスもあるので簡単に地獄へ行けます。そしてここは竜巻地獄、篠池地獄からはバスに乗らず歩いて行ける距離にあります。竜巻、恐ろしい予感がしますが平穏。こちらも地獄なのに国指定の名勝。訪れた方々ものんびり座ってくつろいでいます。この間欠泉、別府市の天然記念物にも指定されていますが、一体どれぐらいのパワーがあるのでしょう。豪快に噴き出す熱水は屋根がなければなんとおよそ30メートルも噴き出す力があるそう。これはまさに竜巻にふさわしい地獄です。大分といえばカボスです。カボススカッシュ、シュワシュワして、もう血栓みたい。お知らせの後、別府の温泉を満喫します。大分田んぼの達人、別府を訪れています。ここは明晩温泉湯の里。明晩温泉のシンボルでもある湯の花小屋が立ち並び風情たっぷり。江戸時代から湯の花を作り続け、国の重要無形民俗文化財に指定されています。締めないとこういう風にね、オレンジ色になっちゃう。これ湯の花、あのお酒作ってきた麹みたいな感じ。明晩湯の里は別府一番の高台にあって眺望が良く、四季折々の美しい景色を眺めながら温泉を堪能できます。家族や仲間だけで楽しめる家族湯も用意されていますよ。ひろこさん、初めての別府の温泉。湯の花の効能と同じ健康促進、美容効果も望めるそう。夜になり別府駅周辺にやってきました。駅前には手湯が。結構暑い、暑い。ラグビーワールドカップ会場の一つになっている大分県、早くも熱く盛り上がっています。別府市内には温泉の共同浴場がたくさんあります。開門寺温泉、なんと入浴料金は100円。駅前高等温泉、こちらは熱湯ぬる湯それぞれ200円。ひろこさんはぬる湯に入りましたが、それでも熱かったそうです。駅前高等温泉、とってもいい湯でした。翌朝、まだまだ別府の温泉に浸かりたいということで竹ヶ原温泉へ。創建は明治12年。当初建築されたものは竹屋根葺きの浴場で、その後改築されたものが瓦葺きであったため竹ヶ原温泉の名がつきました。入浴料金は100円。良い温泉は地下にあると言われているそうです。
名物の砂湯は浴衣を着て砂の上に横たわると、砂掛さんが温泉で温められた砂をかけてくれます。ぜひ別府の公衆浴場に足を運んでください。竹瓦温泉の隣にある鳩場神社、ここから先は埋め立てられるまで海でした。元西鉄ライオンズ稲尾和久投手のモニュメントが、聖火が鳩場神社の近くにあり、この神社で野球の練習をしていたと伝えられています。さあ、ここから大分県宇佐市に向けドライブ、海沿いにある別府タワーを見ながら出発です。お知らせの後、大分の食を満喫。大分の自慢といえばお酒ですよね。いいちこでおなじみの三和酒類さん、今日は工場見学をさせていただくということでやってきました。そこでスペシャルゲストです。ハイサワーでおなじみの白水社の田中秀子社長に、今日は大分までわざわざ来ていただきました。こんにちは、よろしくお願いします。麦焼酎のいちことハイサワーをよく割らせていただくんですけれども、はい、もう今日はすごい楽しみにお邪魔しました、はい、お願いします。よろしくお願いします。楽しみだね。楽しみですね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ようこそ三和酒類へ。今から工場見学をご案内させていただきます。こちらへどうぞ。はい、よろしくお願いします。三和酒類は昭和33年に三軒の造り酒屋が共同瓶詰め場として発足したのが始まりです。三軒で手を取り合って輪を持って頑張っていこうというところから、3つの輪と書いて三和酒類と呼ばれました、はい、翌年にもう1軒加わりまして、現在4軒の合同で経営を行っております。本日は三和酒類いちこをいろんな種類の商品を作っているんですが、まずはパックの生産ラインをご案内させていただきたいと思います。詰めるところ、そうですね、はい、もうパック専用の建物になっております。では今からいちこがボトリングされてお客様のもとへ届けられるまでについてご説明をさせていただきます。いちこをパックする一連の生産ラインがどういうものか、村木さんに説明を受けたところで、それでは実際にパックのラインを見ていただきたいと思います。こちらは充填室になりますね。ちょうど上下しているところでお酒を充填しております。あそこが入る、はい、あそこですね、はい、この目の前の機械でパックの溶着から充填すべて行っております。あ、すごい、いっぱい並んでる。手前と真ん中と奥とで計3本ラインがございます。今目に見えてるだけでも1500から2000本近くのいちこが、はい、流れております。目の前のフィルムがちょっとかかってるところがシュリンク包装機になります。あちらの白いトンネルに入る前のいちこのパック少しふんわりしてるんですが、はい、出てきた後のフィルムはぴったりとくっついてトンネルから出てきます。でその後再度中身の検査で X 線検査機と、はい、あと黒いボックスの中に8台のカメラと2台のセンサーが入っておりまして、そこで外観を全面チェックしております。1つの工程につき必ず1つ検査を行って、品質にはこだわって出荷を行っております。あそこで1個6本1組で箱詰めを行っております。横に寝かせたまんま、はい、段ボールを包み込むような形で包装を箱詰めを行っております。それであそこで、はい、いちこがパンって立つんだね。そうそうです、はい、かわいい。6000本っていうだけあってすごい、すごい量がですね、あっという間に、はい、どんどん流れる。ここで工場の外へ。お酒の香りが、甘い香りがします。はい、ありがとうございます。こちらの木なんですが、よく見ていただくと黒ずんでおります。これはですね、酵母の作用でこのように黒くなっております。汚れではないんです。じゃあこの木に酵母がいっぱいくっついてるっていうことですか。酵母が付着してこのように黒ずんで、じゃあこの辺にいっぱいいるってこと。そうですね、目に見えないけどいるかもしれません。お肌にいいかもしれない。お酒の匂いし
たりして。ちょっと待って。いちごの匂いした。今日嗅がれた方は初めてです。あ、そうですか。あれ、酒の散歩道だって。はい、こんな散歩道だから歩いていく道は酒の散歩道という名前がここに付けられております。はい。じゃあこういうのもお酒なんですか。そうです。この右手に見えるタンクにはお水がですね、はい、貯蔵されておりまして、あちらの縦のラインが入ってあるタンクに原酒が貯蔵されております。原酒ってことはもう本当に濃いお酒。そうです。もうできてそのままのお酒をこちらに貯蔵しております。原酒って何度ぐらいなんですか。原酒はですね、45度ございますね。へー。こちらをタンクで貯蔵して少し寝かせて熟成をさせていただきます。熟成中か。はい。だから酒の散歩道だね。そうなんです。二千石タンクといいまして、はい、1石180リットルになりますので計算すると36万リットルの原酒がこちらに貯蔵されております。当社には200ミリリットルのカップの商品があるんですが、それを毎日飲んでいただいたとしても1万年以上かかるくらいの原酒がですね貯蔵されております。わー、じゃあ一生じゃ飲みきれないってことですね。うん、一生懸命飲んでもね、飲み終えないぐらいの量の原酒がちょっとされてます。続いて、あ、トンネルになります。ここ、はい、なんかすごい、ちょっと暗いので足元お気をつけください。なんか探検行く感じになってきましたよ。わー、綺麗。染み出たお水になりますので、今から地下深くまで染み込んでいって、実際はそれをボーリングで組み上げて紫外線殺菌したものをいちごで使用しております。酒造りのお水は非常に大切ですので、こちらの綺麗な美味しいお水を使っております。やはりここまで見せていただくと、はい、中身を見たいですよね。はい、もうパッケージはね見せていただいたから、はい、次は中身で。中身を本日はですね、あの特別に製造工程をご案内させていただきます。やったー。製造工程見学の模様は次回。ここで別府市へ移動。やってきたのは焼き鳥ボン母屋。ボンは大分別府などにお店があり、人気の串焼き屋さんです。社長、はい、石川さん、はい、今日は3話種類いかがでしたか。すっごい楽しかったです。今日はですね、はい、この西の星。あ、待ってました。これ東京ではもしかしたらあまり見かけないかもしれないですけど、見かけない、はい、今日はこれでハイサワーで割って皆さんで乾杯したいと思います。やった。早速作ります。ようこそ大分県。乾杯。乾杯。あ、ふわっとこのすごいフルーティー、フルーティーで、はい、おいしい。おまかせ串焼きセット、おいしそう。これをいただこうかな。じゃあ私これにしよう。はい、いただきます。うん、おいしい。すごいおいしい。これはお味噌ですね。そうですね、自家製の辛味噌ですごく人気があってですね、あのこれだけ買いに来てくれる奥様とかいらっしゃるぐらいなんで。豊後牛のロース串でございます。豊後牛、あの黒板にはですね、まるで串に刺さったステーキというふうに書かせてもらってるんですけど、本当にそんな感じで、A4 ランク以上のですね豊後牛なんですけど、あのちょっとどう言ったらいいんですかね、形の悪いとこばっかり寄ってもらってるので安く分けていただいてるんですけど、味はもうピカイチですので、ぜひ。ほんとステーキ、そうなんです、はい、ジュワーンですね、油がジュワーンですよ。はい、美味しい。美味しいです。はい、お待たせしました、大分名物の
琉球と鳥天でございます。鳥天、はい、琉球って大分なのに琉球ですか？そうなんですよ。琉球っていう名前は諸説ありまして、まあ、沖縄が絡んでるという説もあるんですけれども、ちょっと何が正しいかというのは実際はっきりしてません。なので、表記もうちはひらがなで琉球っていうふうに表記させてもらってるんですけど、ちょっと味付けされたごま醤油で和えたようなお料理ですので、当店は本日カンパチを用意させてもらってるんですけど、アジとかサバとかタイでしたりマグロでしたりとか、お店によっては生姜を入れてみたりとかありますけれども、熱々の鶏天からいただきます。どうぞ。天ぷら普通天つゆで召し上がるとこ多いと思うんですけど、この大分はですね、鶏天はポン酢にからしというのが定番でして、ちょっと独特な食べ方なんですけど、これがめちゃくちゃ合うので、好きで、うわーすごい。初めて召し上がりますか？初めて食べます。そうですか。これになるんだ。とろーん。そうですね、はい、魚プリ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 です。もう大分県は海もあって山もあるので、本当にお野菜も美味しいですし、魚介も本当に美味しいものがたくさんあって、はい、大分最高ですね。大分最高です、はい、お酒も美味しいし、ね、お酒も美味しいし、はい、では続いてですね、味付け豚足の塩焼き、それから鶏皮ポン酢でございます。うちの豚足はぐつぐつ3時間かけて湯がく時に下味をしっかりつけてまして、でそれから最後にカリッと焼き上げて、塩コショウで仕上げてるので、鶏皮ポン酢はですね、うちはカリカリになるまで焼き上げたやつをかぼすポン酢であえて仕上げてますので、これまたすごい人気メニューです。ぜひ。私食べたことないんですよ。あ、そうなんですか。何ですかこのカブのパリパリ加減、めちゃくちゃ美味しい。しいでしょ。全然豚臭さとかないでしょ。別物。鶏皮じゃないみたい。唐辛子とか効いててすごい美味しい。カリカリしてて。ちょっともらおう。なんか初めての美味しいものがいっぱい。エンディングは大分県竹田市岡城市を見て、滝廉太郎が作曲のインスピレーションを得たと伝えられる工場の月を、石川ひろ子さんのバイオリンでお届けします。大分田んぼの達人、八幡様の総本山宇佐神宮やラグビーワールドカップで熱い大分を訪ねます。